ロゴロです。どうも坂田です。今回はですね、はい、背骨回旋のコレクティブエクササイズということでね、コレクティブとコレクティブエクササイズ、はい、修正コレクティブするところいっぱいありますからね。そうなんですよ、ね、私はもうそうなんですよ、はい、修正しがいのある体を持っている。お前は本当にトレーナーかと、はい、じゃあこのチャンネルのために、はい、わざと仕上げてる、わざとやってないんですよ、はいはい、嬉しい、まあ、やってるからといって悪いところがないわけじゃないじゃないですか。まあ確かに確かにね。なんでもそろそろ終わりますよ。健康 TV で直してるのにまたなりやがるって不健康不健康不健康もしくはやらせかどっちか。そうそうそう、まあ、でも不健康で、いや本当に治るんですよね。そうなんですよ。それを凌駕する忙しかだった。いやそうです、ね、やっぱり追い込んでる、追い込んでるからね、追い込んでる。なんでまあちょっと、ね、まあ、コレクティブエクササイズ、はい、やっていきたいなと。はい、でも坂田さんといえばコレクティブエクササイズの先生ですから。そうですね、はい、だってあのね、有名な AG ケアでも、あ、そうですね、コレクティブエクササイズの講座持ってますから。そうですね、はい、まあ、なんで、まあ、修正したいものがある人は全部坂田さんに聞いて。はい、わかりました。ということで、はい、まあ、今回は背骨、背骨ね、はい、ね、大事じゃないですか。大事です、大事です。一番大事、一番大事でしょう、うん、これが真ん中だから、はい、健康的でしつこく言ってます。言ってますよ、はい、最近股関節より背骨って言ってるから、はい、そう、我々確かに内転内線じゃないと、内転内線じゃない背骨の屈曲伸展回旋、はい、ということで、まあ、中でも今日は回旋、回旋ですね、うん、回旋は大事。そうですね、まず最初にねやらなきゃいけないのは屈曲からなんですよね、はい、本当はね、本当はね、はい、だけどまあ散々やってきたんで、来たよ、はい、ね、回線に行こうか。屈曲が分かんない人は過去の動画を遡っていただけると嬉しい。はい、ここでまあ回線ね、回線やっていきましょう。で回線って僕もそうなんですけど、はい、昔はね、はい、ピラティスとかだから伸展位じゃないと綺麗な回線出ませんって習ったんですよ、はい、ああ、まあよく言いますよ、はい、それね間違いじゃない、間違いではね、はい、で最終的に伸展に終わるんですよ。ああなるほど、はい、ただスタートは伸展位だと、はい、要はこうめちゃくちゃ反って回すのも、こうニュートラルな姿勢から回すのって、あ、歯茎違うじゃないですか。はい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 、なるほど。だからその進展を作った状態で回すっていうのは間違い。なるほど。最終的に進展に行くっていうのが正解。背伸びしながら飛ぼうとしてるみたいなもんですね。そうですそうです。だから最終的には背伸びするんだけど、はい、最初はちょっと違う。そうです。だから回旋するときに大事なのは、まず大事なのはスタートポジションね。スタートポジション、はい、これ何でもそうだよね、はい、人生においてもそうだ。人生論、人生においても、もうスタートで向いてる向き違ったらもう確かに確かにあっち行っちゃうからね。そうですね、はい、だから今日やるコレクティブスタイルやるんですけど、前提としてスタートポジションが整ってますよっていうのを、これ整ってない状態でやっちゃうとあまり効果がないっていうか、逆に言うとこうね、痛める可能性もある。回旋って難しいし組織の負担も大きいんですよ、はいはいはい、関節が不安定なのに回旋させると余計悪くしちゃう。まあ、そこは理解いただければいいかなと思います。わかりました、はい、では早速、はい、やっていきましょうか。というわけでぜひチャンネル登録高評価ポチッと押して続きの動画をご覧ください。それではいってみましょう。お願いします、はい。じゃあまずなんとなく寝ちゃいましたけど大丈夫ですか。はい大丈夫です。回旋のための肋骨と背骨の動きっていうのをやっていきます、はいはい。で背骨って回旋した逆側に極突起を動くんですね。右に回旋したら極突起を左に動く、はいはいはい、で肋骨はですね、はい、右回旋の場合右の肋骨が上方回旋、そう、左の肋骨が下方回旋、そう、こういう動き、そう、そのイメージを持って、はい、動きを出していきます。両手を横に広げて、はい、首を右に向けて、で右手は右の肋骨なので上、左手は下を向く。で、これをこの胸骨からねじるイメージでやってみてください。こういうイメージ。そう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 。で、反対。で、首の動きも出したら。で、それを交互にしましょう。そうそうそう。もっと大げさに。少し側屈入ってもいいんで、少し大げさに。そうです、そうです、そうです。これまずこうやってね、背骨の動きのイメージを出していく。結構イメージ大事ですか。大事です大事です。大事っすね。で大事なのは胸骨から動かすっていうイメージを持ってください。OK です。じゃあこれで一回降りて動いてみます。どうですか。動きやすい。動きやすいです。動きやすいですよね。はい、これイメージだけでも変わるんですよ。はい、この時もこういうイメージ持ってます。
持ってくる。そうそうそう。さっきのちょっと同じ。はい。あの、オフィスで、ビフォーアフターの、ビフォー撮ってないんで、何が変わったかっていうのは分かんないですけど、まあ、あの、さっきこう、動くイメージを持ってもらうだけでも、改善が変わってきます。スムーズ。はい。で、まあ、要は頭の中に、こういう動きをするんだって知識を入れて、その動きを学習させれば、それは動きができるんですね。うん、で、で、これはまず一つ。はい。これ、運動学習のところ。モーターコントロール。そうです、モーターコントロールね。モーターコントロール。モーターラーニングとかね。イエス。で、次はね、組織にやっぱアプローチしないといけないので。イメージだけじゃどうしようかな。そう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 。なんか硬かったりとか、はい、なんか動きが悪かったりしたら、イメージだけ絶対変わるので。まあ、その元々のそのボディイメージが悪い人なんかはこれでも結構変わる。そうです、そうです。けど、はい。まあ、やっぱ組織的に問題がある。そうです。これ以上いかないと。はい。で、まあ、原因いろいろあるんですけど、うん、まあ、一つはこの進展が強すぎる。もうこの状態が想像してる人たちね。そう。そう。は、まあ、そもそもいかないで、まあ、曲から教えていきましょうですね。うん、他には、前胸部の硬さ。で呼吸機能とかも大事になってくるんで、改善した時の肋骨の動きが大事になってくるんで、ここが閉じてしまっていると改善が出ない。なるほど。こっちは開かない。そうです。あとは肋骨、こうやって回るんで、右の肋骨は上、左の肋骨は下を向かなきゃいけないんですけど、腹筋が硬かったら、ここをね、押さえつけちゃって、動かないですよ、肋骨がセパレートして。なので、今日はその腹筋にアプローチをしたいと思います。はい。じゃあ、一回横向きに出ましょう。横向き。はい。じゃあ、まあちょっと軽く評価しますね、はい。骨盤と腰椎を足で押さえて、左手を頭の後ろに回しましょう。はい、それで回旋してもらいます。今、どのぐらい動くかっていうのを確認しておいてください。いいですか？肩つりそうです。はい。じゃあ、仰向けに出ましょう。はい。じゃあ、今日は腹筋にアプローチをしていきます。はい。特に腹斜筋ですね。腹斜筋。左足を伸ばしていきましょう。はい、左手を上に上げて、そのままですね、シットアップ、斜めに行っていきます。腹筋運動ではないので、右手とかをしっかり使ってもらっていいので、しっかりと最大可動域で動いてください。で、戻ります。6回しましょう。そう。この腹筋を、ね、縮めるだけ縮める。ここね。はい、そうです。さあ、これでサポートしてあげてください。いいっすね。もう柔らかくなってる感じですね。はい、OK。でも、OK、横向きに寝てもらう。はい、腰椎骨盤を押さえたら、で、こんなことで柔らかくなるんですか？はい。手を後ろに回して、柔らかくなるんですね。おぉ、回ります。はい。で、小林さんも最初ひどかったんで、このぐらいですけど、あとはこの辺の硬さとかを取ってあげれば、多分行くようになります。でも今何が起きたかというと、はい、この斜めのね、腹筋を収縮させたんですよ。で収縮を最大収縮すると、はい、筋っていうのはそれ以上縮めなくなるので緩みましょうと。おぉ、やりましたね、それ。刺激が入る、まあ、反対抑制というか、反対抑制で、それを狙ったアプローチです。なのでこの筋が短縮っていうか収縮不全を起こしてて、あの機能しない場合に有効なアプローチです。結構変わる人多そうですけどね、はい、これと、まあ、この胸の硬さっていうのはほとんどで、それをやった後に、ソラシックローテーション、アームスイープ、そうですね。アームスイープとか、そういうのをやってあげると、効果が出やすいです。これがあるのに、ソラシックローテーションとかやっても、肩が動いてるだけになっちゃうので、まずは、この腹筋群の硬さを取ってあげるっていうのを、僕がやってから、やるようにします。コレクティブエクササイズの前のコレクティブエクササイズです。はい、ということで、うん、今回はですね、背骨の回旋、回旋ね、うん、回旋のコレクティブエクササイズを、はい、させていただきました、はい。まあ、可動域をね、うん、改善するって聞くと、うん、はい、まあ、ストレッチって思いがちじゃないですか、はい、真逆しました ね、 ちょっと腹筋やる、はい、まあ、まずはこうどういう動きをしているのかってイメージを持つっていうと、腹筋した、腹筋しか可動域があるか、やっぱね、人の心をつかむ意外性ですよ、ね、意外性ですよね、はい、ちょっと意外性出してるはずなのになかなかチャンネル伸びないっていう。あ、なるほど、ね、伝わってないね。ちょっと俺らのやり方よくないんだけど、はい、まあ、でもそういうね、ワンランク上ですよ、これまさに、はい、これで改善していくと、うん、いうことで、まあ他にもね、いろんなコレクトエクササイズちょっとこれから出していきたいなと思うんですけど、はい、まあ、やっぱりこうね、
やりたい。何ですか、何が言いたいですか。俺らも。俺らもやりたいよ。俺らもセミナーやりたい。セミナーやりたい。なるほど。まあ、前回ね、股関節をテーマに取り上げて、健康 TVA のウェビナー。ウェビナー、はい。やらせていただいて、はい、非常に大好評だったんですが、はい、この度、第2弾、やらせていただこうかなと。なるほど。思います。いつですか。ありがとうございます。9月10日。9月10日。土曜日。土曜日。の、まあ、夜8時から。まあ、詳しいことはね、あの概要欄の方に載せてもらうんですけど、はい、今回は、コレクティブエクササイズ。はいはい。これをテーマに。これをテーマに。やっていただきたいなと。2時間ね。坂田大先生に。わ、うん、かりました。まあ、コレクティブエクササイズ、まあ、修正エクササイズですね。はい、なんで、まあ、そもそも何つだというところからね、うん、まあ、それぞれの動きに対するコレクティブエクササイズっていうのを、まあ、たくさん。やっぱりね、トレーナーたるもの、その場でちょちょいと変えることができないんですね。そう。もうあのウェイトトレーニングだけを教えるっていう時代ではないので、ね、ウェイトトレーニングやって、あ、なんかちょっと硬いんですよね、はい、あ、じゃあマッサージ行ってくださいみたいなのがちょっと一昔前、そうですね、ちょっと整体行ってくださいって感じでしたけど、あー、 OK、 そうです、じゃあちょっとこれやっていかないでしょうか、すげーすすげーすって、はい、いうちょっとワンランクのトレーナーに、そうですね、学んでいただきたいなということで、はい、ウェビナーコレクティブエクササイズ編と、はい、エクササイズだけずっとやってたりですか。いや、そこはちょっとまず、ね、説明もしてほしいです。説明もしてほしい説明は なんでこうなのか、ね、説明はしてほしい。なるほど。ハウトゥーだけじゃなくて、ね、ハウトゥーだけじゃなくて、はい、ということなんで、ぜひ、はい、概要欄の方から見て申し込みしていただけると嬉しいなと思いますので、はい、こちらもぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。